俺たち映画用チャンネル。ということで、まず私ですが、独身縦断、結婚無理系ジョイオーです。何ですかそれ。独身縦断もう最後でちょっとね、こう寿司三昧という感じでそれは関係なかった、すいませんね、はい。じゃあその流れでいくと、ね、私最近結婚5周年を迎えることができました、映画屋の編集長の原口と申します。おめでとうございます。5周年おめでとうございます、はい。このおめでとうございますが言いたいがための、私のこの犠牲版とかね、犠牲版聞いたんじゃないかな。ちょっと見てる方にはちょっと関係ないことで申し訳ないですが、まあ、ちょっと言わされちゃったなっていう感じですね、はい。じゃあ、今日の映画は何でしょう。はい、今回紹介の映画はマ・ドンソク主演映画の悪人伝です。悪人伝が出ました。マブリーですね。あ、これマブリーっていうのは、マ・ドンソクの相性なんですね、うん。そうなんですよ。ラブリーなマ・ドンソクっていうことでマブリーと。ラブリーですね。マブリーということで、これちょっと可愛いですよね、うん。なんかね、あのドラゴンクエストのなんかオークみたいな感じの人にしてはちょっとね、ラブリーを、まね、マブリーってね、可愛いですよね、ちょっと。で、この悪人伝どういう作品かと言いますと、今や、国際スターになりつつある、まあ、ドンソク主演の映画であり、バイオレンスアクションサスペンス映画であり、で、あと刑事 と、まあ、ヤクザのバディームービーであり、で、あとそのマフィアの、裏社会的なものを描いた、いわゆるノワール映画であり、で、またこの、マフィアのボス役のマードンソク目線で見れば、うん、いわゆるその復讐劇でもあると。そんなね、いろいろ要素を重なってますけども、そうです、ね、俺たちの好きなジャンル映画ですよ。はい、要はそういうことだね、うん。で、この韓国では、はい、興行収入初トップの1位 で、 おで動員もね、300万人超えて大ヒットすごいですね、うん。でもこれ日本ではなんかそんなにね、なんかすごいドーンと来てる感じはないけど、ね、そもそもこれ日本ではあのヘッドガンがシネマート新宿ですよね。いや、いいじゃないですか。まあ、俺たちのシネマート新宿ですけど、シネコンでもちょこちょこやってくれてるとかあるんですよ。あ、そうですね、うん。まあ、でもちょっと日本ではちょっとそのマブリーの、ね、人気が定着しきれてないところはあるかもしれないですね。残念ですね。で、この作品なんですけども、マブリーによるこう素手での格闘ですとか、そうですね、あと殺人鬼が刃物を持ってるんですよ。その刃物を持った時の戦い、うん、あと、カーチェイスとかがあって、結構アクションが出てくる、はい、ある作品なんですけども、はい、いや、あと言っときたいのは、シルベスタ・スタローン、まあ、俺たちのね、スタローン制作によるハリウッドリメイクも決定してるんですよ。へぇ、あのスタローンがハリウッドリメイクをやるんですね。うん、まあ、確かにスタローン合いますよね。それではキャストがメインで3人いまして、でまずマン・ドンソク演じますヤクザの組長の、チャン・ドンス役で、あとキム・ムヨルが熱血刑事、熱血官でこう、ね、暴力的な刑事の、チョン・チェソク刑事で、あともう一人キム・ソンギが冷血な殺人鬼役と、うん、この3人が、まあ、メインで話が進んでいきますね、はい。で、全身、これマドンソクはこれ全身入れ墨でこう見せるところがあるんですけど、そのシーンってこれ結構後になっちゃうんですよね。うん、まあでも冒頭のね、マドンソクのサンドバッグのシーン、はい、あれがね、なかなか掴みは OK でしたね。良かったですよね、うん。まあでもそれよりもね、このサンドバッグの中身が良かったですね、うん。まあちょっとその中身に関しては、うん、まあ、ちょっとネットを見るとネタバレ動画が上がってたりするんですけども、うん、まあ、それは映画館でぜひ見てほしい。そうですね、はい。あとですね、飯を食べてるシーンで、うん、隣の男を小手というかビンタでボコボコにするシーンが良かったですね。ボコボコにするシーン良かったね、うん。食らった男の顔の腫れ上がり方がちょっと良かったですね、うん。で、あとですね、これは、まあ、マードンスが時にそうなんですけど、スーツ姿がね、こうかっこよかったですよね。気品があるというかね。で、あと、まあ、これはマードンスだけじゃないんですけど、古文なんかもこう、シャツとかネクタイとかビシッとしてて、あと対抗組織のボスなんかもかっこよかったですね。うん、まあ、そんな、まあ、マードンスなんですけど、うん、まあ、そういうこわもてな姿だけじゃない、ちょっと人間味ある姿もね、はい、ちょっとポイントなんですけども、後半で雨に濡れた女子高生に傘を渡すというのがあって、結構それが結構ね、割と人情味があって好きなんですけど、だけどその女子高生がまあちょっとどうなるかっていうのがまたポイントだったりするので、まあそれはまた映画館でぜひ見てください。で、またこの作品で言っておきたいのが、ストーリーが結構ユニークだっていうところなんですけども、だから熱血漢の刑事と、はい、まあ、ドンソク演じるヤクザの組長が、まあ、歪み合いながらも、まあ、タッグを組んで、謎の連続殺人鬼を追うっていうところが面白い。
でその連続殺人鬼が刺した相手がヤクザの組長だったっていうそういう設定の妙もありまして、はい、うん、でそれで復讐の鬼になるこうマドンソクマブリーが、その執念が見ものっていうのがありますね。そうですね。でこのなんですかこう復讐のきっかけに至るあのやれないっぷりがすごかったですね、うん、マドンソクの、うん、もう本当にねこれ半殺しっていうかねもう文字通りの半殺しですよね、うん、まあ、半殺しっていうのはそうですね半殺しでこの作品の、はい、まあ、ストーリーっていうかあの、まあ、構図がですね、はい、あの図式というか構図が、はい、まあ、これネット見てもあまり言ってる人いないんですけど、うん、あの名作の羊たちの沈黙と被りませんか。ああ、うん、羊たちの沈黙ですか。僕それちょっと思いつかなかったですね、うん、あのほら犯罪者のレクター博士と、はい、あの、刑事が、うん、タッグを組んで謎の連続殺人鬼を追うっていうストーリー結構被るじゃないですか。あ、まあそうかもしれませんけども、マグリーね、レクター教授みたいに賢かったですかね。そういう、まあ、そういうキャラクターじゃなくて、まあ、レクター博士のそういう頭のいいキャラクターを、はい、腕っぷしの強いあの組長と、まあ、チェンジした、うん、そういうアレンジした作品っていうふうにも言えますよ。あ、なるほどね、うん、あ、まあでもほらレクター教授もねこうパンチ力がすごかったけど、まあ、でもそんなの、ね、こうマグリーの方は腕力ブンブンまでいくというね、うん、そんな感じですよね。でその、まあ、ストーリーなんだけども、はい、あの犯人を探し出したら終わりっていうわけでもなくて、うん、まあ、ちょっと若干ネタバレにはなるんだけども、うん、ちょっと法廷ものとしての面白さもあるっていう、うん、そういうところも面白いですね。まあ、そうですね、まあ、あの終盤の展開というのは、まあ、ネタバレになりますけど、まあ、あのジャンルで言えば、まあ、あるある的なネタですよね。でこの映画なんですけど、なんでタイトルが悪人伝っていうのかっていう、うん、ことなんですけども、はい、このまあ主要キャラクター3人の、まあ、三者三様のこう悪人ぶりが描かれるっていう、そういうところのが悪人伝っていうタイトルに通じてるんですけども、はい、まあ、言ってみればまあ全員悪人のまあアウトレイジっていう作品あったじゃないですか。 あ、はい、あんなみたいなもんかなっていうね、うん、そうですね、まあ、悪人伝もこれね刑事なんかも汚くて、あ、とにかくいいやつが一人もいなかったですからね、うん、でその主要キャラクター3人のまあ立場に立ってみると、はい、まあ自分は正義で、まあ、相手の方が悪っていうふうな、はい、単純ななんですかね、こう、うん、誰が善で悪かっていうことを決めてかかってないっていう面白さがあって、まあ、そういう単純なこう善悪を描いていない、そういう面白さもあるかなっていうのがありますね。そうですね、まあ、でもほらあのアウトレイジなんかはその、なんていうんですかね、もうこの野郎バカ野郎とか、とにかくあの口汚さがありましたけど、悪人伝は、まあ、口よりも手の方が早いわけですよね。でこの映画、まあ、その、はい、ヤクザ側の、その、うん、悪辣ぶりを描いたその韓国ノワールとしての、まあ、面白さ、はい、まあ、ヤクザ社会の、うん、面を見せる部分でも結構見応えあるんですけど、はい、まあ、刑事側のね、こう警察側を描くドラマっていうのも面白くてね、はい、うん、あ、そう、うまかったですよね、うん、あの本当に冒頭の数分だけで、あの賄賂とか、あの逮捕相手に暴力とか、とにかくあの悪辣ぶりが目立ちましたよね。その、はい、まあ、冒頭の数分間でメインのキャラクターの3人の、まあ、キャラクターを分からせるって演出がすごいうまかったですね、はい、うん、それでほら、うん、あれあれ、その流れで、うん、あの無礼なやつがいて、うん、そのほらその無礼なやつの歯を抜いちゃうっていうシーンが結構インパクトあってね、うん、ありましたね。あれですね、あのビーバップハイスクールなんか思い出しましたね、僕は、うん、この映画、はい、あの先ほどあのハリウッドリメイクが決定してるって言ったんですけど、まあ、この映画見ちゃうと、うん、なんか主演はやっぱり、まあ、同族しか考えられない感じがしますよ。え、他にもいるでしょう。あの例えばあのドゥエイン・ジョンソンとか、うん、あのデイブ・バティスタとか、あと日本で言えばあの勝也とか、あと真壁とかね。ああ、まあ元プロレスラーだったら、まあ、確かに似合うっちゃ似合うね。うん、あのまあ、あの肩幅の広さとか、うん、あの横幅を見たら、ちょっとバティスタとかちょっと似合いそうな感じはするけどね。うん、うん、でも一応このリメイクだけど、まあ、マブリーがそのまま主演する予定っていうのはあるらしいですよ。うん、であのそのスタローンは制作なんだけども、はい、まあ、俳優としてスタローンと、ね、共演してくれるっていうのもちょっと期待したいですね。そうですね、うん、まあ、そういえば原口さん、あの編集後期でのプチレビューで、あの悪人伝をこれ5点満点ではなかったですよね。ああの、まあ、面白いんだけど、はい、ほらあのさっき17年の犯罪都市っていう、はい、傑作があったじゃないですか、はい、犯罪都市に比べるとちょっと落ちるかなっていう程度なんですけどね。まあそうですね、あの犯罪都市は、まあ、すごいいい作品だけど、なんかこうもう5点満点にさせざるを得ない作品でしたからね、あれは。そうそうそう、あのほら、
刑事とヤクザがこう協力するとか、あとバイオレンスがちゃんとしてるっていう部分とかでも結構犯罪都市と悪人で通じる部分があると思うんで、もうあの犯罪都市見てない人はぜひこっちも見てくださいって感じですね。ということで、今回はマ・ドンソク主演映画悪人伝、こちらはヘッドガンはシネマート新宿でただいま公開中です。以上、映画野郎チャンネルの高評価とチャンネル登録を